ねえママンタ、毎年11月は児童虐待防止推進月間なんだよね。ええ、すべての子どもたちは心も体も健やかに育つよう、その生活が守られなければいけないわよね。でも現実は児童虐待に関する相談件数が増えているんだって。子どもたちのために何ができるのか、みんなで考えましょう。連日のようにニュースでも取り上げられる児童虐待、子どもの人権や命が脅かされる悲しい事件が後を絶たないわよね。児童虐待とは、保護者が18歳未満の子どもに対して行う次のような行為で4種類に分けられます。殴る、蹴る、激しく揺さぶるなどの身体的虐待、子どもに性的な行為をするまたはさせる性的虐待、適切な世話をしなかったり自宅や車内などに長時間放置するネグレクト、無視したり暴言を浴びせるなど心理的に不安定な状態に追い込む心理的虐待です。子どもへの虐待は法律で禁止されています。例えば子どもが思った通りに行動してくれず、イライラした時に子どものしつけのためだから仕方ないと体罰をしていませんか。体罰で子どもの行動が変わったとしても、それは叩かれた恐怖心などによるもので、自分で考えて行動した姿ではないんです。体罰などが子どもの成長発達に悪影響を及ぼすことは科学的にも明らかになっています。親から虐待を受けていた子どもは、全く受けていなかった子どもに比べて落ち着いて話を聞けない、約束を守れない、一つのことに集中できない、我慢ができない、感情をうまく表せないといった行動に問題が出るリスクが高まると指摘する調査研究もあります。子育ては多くの喜びがあるけど大変なこともあるわよね。子どもに腹を立てたりイライラしたりするのは、子育て中の多くの方が経験していると思うの。虐待をしてしまう保護者も様々な思いや悩みを抱えているかもしれない。その悩みを一人で抱え込まずに、まずは住んでいる市町村の子育て相談窓口や児童相談所などに電話してほしいの。市町村の実施する乳幼児健診や乳幼児全戸訪問の機会にも相談することができます。また悩みを抱える保護者が孤立しないよう、周囲のサポートも大切です。親戚や地域の皆さん、福祉や教育現場といった子育て中の保護者に接する機会のある方も声かけをするなど、みんなで見守り合える環境を作っていきましょう。11月26日日曜日には、うるま市で児童虐待防止講演会が開催されます。皆さんもこの機会に参加して、子どもたちの健やかな成長のために、私たちに何ができるのかを今一度考えてみませんか。あ、SDGs の卵、今日は16番、子どもへの虐待をなくし、すべての人が安心して暮らせる沖縄になるように、みんなで大切に育てていきましょう。続いて県からのお知らせです。11月23日から26日まで、県内の工芸従事者を対象に実施したコンクールの入賞、入選作品などを展示します。詳しくはご覧のところまで。 JICA 沖縄では11月25日沖縄国際協力交流フェスティバル2023を開催します。国際協力や世界の文化に触れ、子どもから大人までお楽しみいただけます。詳しくはご覧のところまで。県ではハワイ州マウイ島への支援として銀行口座を開設し、広く募金の協力を呼びかけています。詳しくはご覧のところまで。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせよ。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントします。ふるってのご応募待ってます。この番組はインターネットでもご覧いただけます。次回も暮らしに役立つ情報をお届けするわよ。お見逃しなく。